演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録ファミリーマートのチョレギサラダを食べたいと思います。なんかチョレギサラダって前にも食べた記憶もあるんですけど、こんなにボリュームはなかった気がするんですよね。なので今回改めて食べてみます。やっぱり韓国風の甘辛い味なのかな。これは楽しみですね。ではい、準備完了しました。ではいただきます。こういう国際交流は積極的にしていきたいですね。ごま風味ドレッシングの香ばしさがわかめとキャベツに程よく絡んでいて、とっても美味しかったです。ちょっとごま油のような香ばしさもありましたね。ドレッシングも油だからあるか。以前食べたものよりも量が多くて大満足できましたので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。